あっぱれ、やってまーす。というか浜口です。有野です。ドラッグドラゴン鈴木です。我が家坪倉です。青翔太です。最近てか今日すごい髪が柔らかいです。内田理央です。客かよ。今年は流しそうめんがしたいです。NMB48の山本彩香です。やってんの毎年流しそうめん。やってないんです。一回もやったことないです。一回もやったことない。 竹のやつ。そうです。本気のやつがやりたい。あ、やってくれるとこもあるよね。ありますよね。あ、竹作りからですか。竹作りというか、もうやってるとこがある。そう。あ、なるほどな。川の方とかやってるね。あ、そうなんですね。奥多摩とかあるよ。奥多摩とかに。自分でもあれやろうと思ったら簡単にできますもんね。あ、そうなんですか。なんか番組とかでもやらせてもらったけど、簡単にできますよ。竹さえあれば。竹と、あの、ナタと、あと、なんか、三脚いるね。三脚。結構いますね。支えるやつもいる。紙やすりとな。紙やすり2枚ぐらい、あの、粗いのと細かいのと。あ、そっか、削って。お水と、たらいと。それぐらい。え、やったことあるんですか皆さん。仕事でしかないな。ロケだな俺も。俺なんかあのそこお店潰れちゃってんけど、はい、プライベートでそこでやれるみたいなところはあった。夏めっちゃいい。流しそうめんしてくれるって。でもなんか遠くからじゃなくて上から、上からって感じだった。上からシャーッと追ってくれる。周りに囲んで天井で見る。すごい。あ、いいですねそれね。それよかった。でももうなくなってそこの店が。なんか鹿児島の指宿のそうめん流し行ったことありますか。ない。知らない。感動しあった。なんかなんていうんですか、こうプールみたいな大きい広場みたいな。プール。ウォータースライダー。違う。なんか洞窟みたいなところ。でもちょっと開けてる洞窟のところがあって、そこに、なんて言うんだろう、ちっちゃい、カレー？あ、中華！違います。中華屋さんのテーブルあるじゃないですか、満塁。あれがもう何百って置いてあるんです、バーって。それが全部、そのテーブルがくる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 水で回ってるんです。中華のテーブルが。そう、で、そうめんで流せるんです。そうめんが、そうめんが、そうめんがそこで流れてる。なんでちょっとヤンキーになってる最後。そうめんが流れるプールみたいになってる。そう、流れるプールみたいになってて、そうめんが、そうめんが、そうめん、そうめん、そう、それでもう全卓でできるんです。だから流れてくるからね。そうなんですよ。そうめんが、そうめんが流れてる。そうめんだ。流れてるそうめんじゃん。流しそうめんじゃなくて。今の俺説明やったら普通になんかくるくる回る円卓からそうめんがブワーって飛び散ってるようなイメージ。違うんです、違うんです。あのちっちゃいあの電気屋さんで売ってるやつあるじゃないですか。あれですね。あれの倍ぐらい大きいやつが。中華料理屋の近代マグロの水槽みたいな感じ。どんな水槽ですかそれ。ぐるぐる回るプールみたいな。テーブルに備え付けで。綿菓子みたいな感じの。いや違うんですよ。もっとなんかもう流れるプールをのジローラマみたいな感じですよ。ジローラマ。違う。ジローラマじゃない。違います。違う。ジローラマです。ジローラマ。ちょい悪そうめん。じゃあ本当にすごいんですよ。ちょい悪そうめんなの。違います。レオンが提供してるでしょ。そうめん流しって言うんですって、それが。ちょい悪そうめん。そうめん流し。全然わかんないそれ。わかる。ちょっと見てよ。すごいですよ。上から流れるタイプじゃないってことね。もうずっと地面でくるくる回ってるってこと。でもなんか湧き出てくるんです、水も。湧き出てくる水が。それは何で行ったの、プライベートで行ったの。それはあのなんか旅の雑誌で初めて行ったんですけど、感動でした。もう何が感動だったんですかそれは。まずだからもうイメージ、なんかそういうそうめんが、イメージが感動のイメージ。そうめん行ってへんよ。違うんですよ。それプールあるじゃないですか、でっかいそういう遊園地とかについてプールがのみたいなの。いやだからなんかウォータースライダーから。違う。イメージがつかないんだ。長島でやってほしいってこと？そういう感じ。流れるプールみたいなところにそうめん流してあるってこと？違うんですよ、もう。全然イメージできない。写真ないのかな。全然できない。どこかで伝えてくれよ。指宿そうめん流しで出てくるわけ。今みたいな感じ？テーブルがボーンってあって、それをまあねこう5、6人で囲んで。
言ったらその周りをずっとそうめんが流れてる感じなの、うん、この半分ぐらいの机なんですね、まあ、丸いんでしょ、円卓でしょ、丸い中華の円卓、円卓ぐらいの中華屋さんぐらいのやつです、うん、でぐる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 その目の前を回ってんねん、回ってるんです円で、うん、そのテーブルがもう何百ってブワーってあんねんや、そう洞窟の中にある、もう数がすごくて洞窟なの、洞窟かいの、洞窟なんですよ、でなんかすっごいゆっくりの小雨のエレベーターで降りる、エレベーターちょっとそうめんの話をしてくれよ、そうめんの話だけ教えて、そうめんだけピックアップして、そうでその湧き水がスーパー美味しい水で、うんうん、なんだ湧き水が出てきたぞ今度スーパーの美味しい水、違う違うスーパー美味しい水だからだからそのそうめん、そうめんが流れてるいやもう全然わかんねえよ、ジローラモさんいつ出てくるの、一回も出てこないです、それはジオラマです、ジオラマ、ジオラマか、ジオラマも言ったからプラレールみたいなやつか、あの子供のあの新幹線のおもちゃ、プラレールっぽいのがあのつぶんな、プラレール分かれへんか、とは違いますね、とは違うな、洗濯機違います、バラエティで、うん、あの顔につどれだけぐらいつけられるかみたいな、息止めるみたいなぐらい、プラスチックの透明のやつ のでっかい、うん、それのでっかい版みたいなそれをでっかくしたやつ、そのでっかい版がネット風呂みたいな感じか、ネット風呂透明で、透明の水槽みたいなのが、うんうん、あ筒状じゃないの、丸型の、うん、なんかホースみたいになってるとこじゃない、違います、円状のが置いてあって、うん、その真ん中から水が湧き出て、あー分かった、あー分かった、うん、分かった分かった、分かります、絵で描いてといて、え、だからこう机が丸であるじゃないですか、うん、でここにも丸がある水槽があるんですよ、ドーナツみたいな感じな、そうでここから水が出てる、真ん中が水が出てる、あ、フォンデュみたいな、で、ここをずっとそうめんがぐる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 流れて、どんどん卑猥なになってくる、円卓でだ、え、何人ぐらい加工を終えて、ここで 1,2,3,4 あ、そんなにいっぱい、ラジオなんだこれ、9人ぐらいですね、8人9か8人いいだろ、じゃあなんか下からこう湧き出てなんかチーズフォンデュみたいな感じ、あ、そうそうそう、そうそう、でも右利きの人と左利きの人は流れが違うんで、うん、あの 2段になってる場合もあるんです、へ、下が右回り上が左回りみたいな、ぐる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 回ってるから左利きの人は逃げちゃう場合も、あ、掴みにくいから、ない、あ、左利きの人がおる場合のテーブルもあるってこと、その水がもうスーパー美味しいんで、スーパーの、違うんです、スーパーのじゃないです湧き水なんですよ、それ飲んでもいいってこと、それ飲めます普通、それがエレベーターで降りていった洞窟の中でバーッと、そう、もうゆっくりでしょ、エレベーターすっごいゆっくりでちょっと止まりそうなぐらいのその情報はいらねえ、ゆっくり長いそうめんの情報くれ、そこちょっと行ってほしいです、そんな広いとこなんや、はい、感動する、どこ場所とかやったら、あの鹿児島県の指宿っていう村、うん、指宿だ、左の方だ、うんね、指に宿、そう、指に宿って書いて、イブスキのな、サイダーめっちゃうまいもんな、そうです、水が美味しいから、めっちゃうまいね、サイダー流れてるの、サイダーは流れてないんです、スーパー美味しい水で作ったサイダーなんです、サイダーじゃないの、違います、そういうのも水しか出てこない、そうめん出てこないの、そうめんは自分で入れますから、あ、自分で入れんの、そうめんは自分で入れます、あ、そうなの、自分で入れて一回ポーンと投げて水でバーッと流れてくやつ、違います、あの、そのまあいいや、もう行けば分かるんだ、ずいぶん前からさやねんがすげえ話しちゃってるから定位置にし始めてる、紙質がどうだって紙質、あ、それ喋るなんだっけ、もうええや、紙質が今日は柔らかいの、柔らかくって自分でびっくりしてるぐらいなんですが、うん、ちょっと触ってみてください、柔らかいから、はい、うん、おー、やるかい、え、何か特別なことしたんですか、してなくて、すいません、この話はもうこれだけお願いします、そうめんのような、そうめんのような髪質です、今日は辛いやないかチュルチュルしてる、チュルチュルしてます、さやねはそういうのじゃなくて竹でやりたいみたいなんでしょ、本格的なオーソドックスなやつ、そうですね、流れてきたらいいなみたいな、あ、でも、あるよね、いろいろね、やってくれるとか、多分キャンプ場とかに、あるある、キャンプ場多いね、そのなんかレンタルかなんかでこう貸し出しでこうやるとか、うん、わーって行けんの、メンバーでここにあるやんって言ってグループで車でバーって行きたいんです、
メンバーで行きたい。はい。ダリオは？いや、ダリオと。あ、メンバーの中ダリオさんさえ良ければ全然。なあ、メンバーに混じれば良ければいいね。メンバーに喜ぶんじゃないの？メンバーに混じるのはちょっとまたちょっと違うじゃないですか。そこすげえ逃げるよね。うん、何が違うの？じゃあ2人で行けじゃん。そしたらもうメンバーとかじゃなくて。そうめん流すのに2人ってちょっと。じゃあ、そこのイブスキは？イブスキだったら全然行きます。2人で。けど、イブスキやっぱ遠いんですよね。エレベーター遅いし。断る理由は？エレベーターも遅いし。でもそうめん美味しいんやろ。そうめんは美味しいんですけど、うん、みんなで行きましょう。やっぱ東京で行きたくないの？何なんであんのかな。いや、そこ潰れてもうたからな。探しましょう。探してね。山とかね、キャンプ。なんか他の曜日の人は結構終わった後飲みに行ったりとかすげえ行ってるらしいですよ。そう、終わった後に。ここもほんと蜘蛛の子散らしたように一緒に帰るじゃないですか、みんな。なんかみんなは遊んでるらしいですよ。そうなん、遅くね、時間。もうなんか終わってからとかは言ってるらしいですよね。情報の一つだよな。情報の一つとしてまさかこんなにソース感食らうとは思わなかった。だってたくさん家遠いから車で来てるじゃないですか。あ、そうか、うん、始まる前やって。僕もそれだったら車で来ない、行くっていう日は車で来ません。いや、俺も今日も車じゃないから。今日は行かないですよ。よし、この話はやめよう。じゃあ曲行こう。じゃあ翔太くんの曲いきましょうか。はい、では聴いてください。青井翔太でトゥルーハーツ。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートの提供でお送りします。青井翔太です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあ、いただいております。天ヶ崎市は大里田さんからいただきました。あっぱれ月曜の皆さん、こんばんは。こんばんは。この前ダーリお姉さんがツイッターで、はい、酸素浴10回分のチケットをなくした、辛い辛いとつぶやいていました。10回でいくらだったんでしょうか。出てきましたか。そう、あの酵素浴、うん、酵素浴、うん、酵素浴ってなんかおがくずみたいな埋もるやつがあるんですよ。それをちょっと前、3ヶ月ぐらい前に初めて行きまして、うん、はい、そこで、まあ、初回だと、うん、その10回券が安いって言われて買ったんですよ、10回券。それなくなっちゃってて、でまだ1回も使ってない10回券。最悪やん。どっか行っちゃって辛いな。結構な値段すんの1回は。あんまり覚えてないんですけど。でも高そう。でも3万円ぐらいです。うわ、全部。あ、10回で。10回全部だな。あ、それ割り引いてでしょ。はい、割り引いて3万。いや、でも3万も大きいですよね。大きいです、大きいです。だから、しかもその日にそれですごい落ち込んじゃって、うん、もうせめてケーキを食べようって思ったんです。長い時間だね。せめて。本当に話が飛ぶよね。違う、飛んでないです。せめて、うん、この気分をこう向上させるために甘いものしかないと思って、うんうん、だからケーキ屋さんに、うん、まあ、歩いて15分ぐらいのところがあって、うん、ある、うん、行ったんですよ、うん、歩いて、うん、歩いて、うん、そしたらその日お休みだったんです。うわ、そこで高速行ってないな。チケット拾ったから残った、うん、それでも最悪と思う。そんでケーキの代わりは、ケーキ、そこ何も買わずに、うん、なんかコンビニでのチョコ買って、うんうん、切れてる。コンビニのスイーツ美味しいじゃない。美味しいですけど、なんか、うん、欲しいのがなくて、うん、あ、なんか、あ、なんかチョコのお菓子買って、うん、食べながら15分の道のりまた帰って、うん、1人で、はい、家でもう寝ました。見つかんないんだ。見つかんないんですよ。どうしてやろ、捨ててもうたんかな。多分ちょっとあのカードじゃなくて紙っぽい、うん、あ、あるね、カードぐらいの大きさの紙だったんですよ、うん、あ、10枚つづりみたいなやつ。いや違います、もうほんとペラペラの、のカードぐらいの大きさのただの紙です。そうなんや。ハンコを押していくみたいな。ああ、10回分押すってこと、はい、ポイントカードみたいなこと。あ、そういう感じです、うん、ポイントカードよりももっとペラペラの紙です。いいもうポイントカード紙の質はええけど。だからもしかしてレシートとかと一緒に捨てちゃったのかなと思って。そう、あ、領収書は取っとかなかった。領収書なんか取っとけばなんかこれ落っことしちゃってとかって説明したらそれぐらいのペラペラの紙だったらもう一回もらえそうじゃない、うんうん、で3ヶ月前、あ、領収、あ、でも取ってんでしょ。一応電話はしたんですよ、うん、そしたらもうそれがないともう受け付けてきませんって言われて、うわ、まあ、内田ですけどって言えばいい。内田、あの内田ですよ。あの内田です。いましたよね。あの時に来て、それから一回も買って一回も来てないでしょ。はい、あの内田ですけど。わかんねえよ。聞きますかね。いっぱいいるわ。買ったの覚えてますよねって。うん、だからちょっとショックで、なんか今はもうその3万円を
分を節約してます、うん、で高速風呂に入らずに、はい、本当に電話だから分かんないけどさ、うん、実際行ってみたらですいませんっつって落としちゃったんですけどなんとかなったりしません、もう一回行きたくてみたいな、うん、でも顔見たら分かりますよ、ね、もしかしたら覚えてるかもしれないし、あの誰よりですけどっつって、うん、それで断られたらめちゃめちゃかっこ悪い、恥ずかしいし、こいつ礼儀知らんなみたいなですよね、ただのなんかやばいやつですよねそう大丈夫だ、やばいのは当たってんだからそれは辛いな、嫌やな、もったいないね、そっか、ごねてもいいのにね、そんなのね、いや、ごねてもね、うん、なんとかなりませんって、でも、行ってみよう、ちょっとかっこ悪いもあるんじゃない、タレントが、みたいな、ちょっと行くのもあれだし、行きなよ、でも良かったでしょ、高速風呂は、そう、なんかすごい、おがくずに包まれて、あったかいでしょ、あれあったかいし、不思議やね、おがくずなの、おがくずなんです、なんかおがくず発酵させてるからな、あ、そうなんですね、熱持って行ったことないですか、ない、え、楽しいです、すごい楽しいの、楽しいですよね、面白い、サウナと何が違うんですか、おがくずに包まれるんですよ、寝転がってる俺カブトムシじゃねえかそんなに俺おがくずにまみれたくないんだけど、めっちゃ出んの、汗がめっちゃ出んねや、汗も出るし、でも、うん、なんかそのサウナだと苦しいじゃないですか、室温が高いから、うん、そうじゃなくて、うん、お布団みたいな感じで、うん、おがくずに埋もれるんです、うん、そうするともう体の中からポッカポカみたいな感じなんですよ、お布団みたいな感じ、あ、お布団ですじゃあ布団でいいじゃん違うんですよ、もう分かってくれない、別に熱を発してるなんかこたつみたいなものがあるわけでもない、酵素が発酵してるから、で皮膚からその酵素が入ってくみたいな感じらしいですよ、よく分からないです、ちょっと皮もかけてな、はい、やってるんですか、一回行ったことある、あ、一回だけ、ただなんか臭いね、カオスだから匂いがきつくてね、おがくずの匂いが、うん、カブトムシみたいな、シャワー浴びないタイプの店もあったりとか、ああそのまま、そうなんですね、おがくずだらけでじゃあ帰る、あの拭き取って帰る、どういう効果なんだろうね、ね、サラサラみたいな感じですかね、血液、知らずに行ったちょっと知らずに行って効果も分かんなくて10枚10回セット買ったのとりあえず買っちゃおうかと、とりあえず買っちゃおうと、安いんだからって聞いたらな、そうなんですね、なるほどね、はい、はい、次行きましょうか、ね、次行きましょう、ね、いいですか、すごいね、いろいろ、うん、でです、宝塚市はラジオネームララランドセルさんからいただきました、はい、アッパレゲッツの皆さん、こんばんは、こんばんは、7月14日は何の日かダリオさんはご存知ですよね、きっとサヤネーとの距離を縮めるためにプレゼントを送ったと思います、はい、サヤネーどんな誕生日プレゼントをダリオからもらいましたかということです、14日何の日、サヤネーの誕生日なんですよ、うん、おお、うん、何歳の、23、うん、23はこの間までなんじゃない、24ヘラヘラするなもうちゃんと誕生日は把握済みです、嬉しい、なんか何あげたの、何あげる予定があるか、あげたか、あ、ま、予定はあります、あげてねえのに、でもなんか誕生日プレゼントをなんか仲良くもない人からもらうのってどうなんだろうって、ちょっと心配になっちゃって、いや嬉しいよそれは、嬉しい、逆に、うん、全然、あ、それでまたグッと距離縮まったりする、だからそれ、ね、なんていうの、もうここでこう言おうとかそういうのは全く今なくって、うん、陰でなんか悩んでたんですよ、うん、あ、何かあげようかな、そう、どうしようかなって、うん、おめでとうっていう気持ちはあって、そうそうです、うん、それを今日終わった後に渡そうと思って、声がちっちゃくない、え、じゃあ逆に皆さんどうするんですか、何が、皆さんも同志じゃないですか、同志、同志メンバーメンバーじゃないですか、うんうん、戦友というか、同志だけじゃないじゃないですか、そうね、うん、そうだよ、うん、でも誕生日大切にしていきましょう、そらそうですこれから、ね、はい、していく、していく、はい、の、行きましょう、していきましょう、ダリオ何月生まれ、9月です、あ、9月、俺も9月、お、お、ちけな、浜口さん、俺1月、1月、うん、ラッキー、それまでいるか分かんないから、俺12月。あ、12。有野さん。2月。あ、遠い。翔ちゃん。8月。あ、すごい。近いな。7、8、9って言いますね。多いですね。つけますよ。え、8月の何？11です。11。あ、山の日。山の日です。ありがとうございます。そう、だからあげるもん考えないといけないし、だってそうなると。それか、ま、みんなでお祝いするとか。あ、いいですね。はい。その日がちょうど誕生日だったら。
月曜日が月曜日がちょうど誕生日だったらしましょう。あ、それはもうでもすぐ分かりますね。じゃあ、あ、そうですね、予定はすぐ分かります。どうなんよ、月曜日当たらない限りは岩はない。ない。あ、そうなんだ。811です、うんうん、月曜日当たってる人おるかな。811何曜日でしょう。え、ダーリオは何だっけ。927です。927、僕99です。99。あ、じゃあ同じになるんだね。お、そうかもしれないですね。なんないか。同じになる。なりますよね。どうなの。これが月曜日かどうか調べたらすぐ分かるんじゃないの。もうすぐ分かっちゃいますよ。今の時代ないです。月曜日じゃない。よしよしよしだよ。よし。そして、よしで、うん、浜口さんの次。129。129。129。2018年1月29日。うわあ。月曜日。はい、祝ってもらいましょう。よくこれ。あのさん225。225。どうなんだ。20! よし、よし、よし。ふうきさんは？俺、12月の7。12月7。木曜日。曜日ありません。曜日ありません。曜日あるでしょ。まあ、浜口さんはいつ生まれたの。帰って気使うわ。浜口さん何あげたらいいんだろう。何がいいかな。とんでもない一人一個ケーキ買ってこよう。一人一個ホールケーキ買ってこよう。おしゃれだからな。おしゃれだからさ、困るんすよ ね、やっぱね。どこのキーホルダーくればいいのかな。キーホルダーつけてへんやろ。なんかそういうのつけるものとか服とかあげてもやっぱ ねこだわりがありそうだから、ね、使ってくれなそうだし、つけるものは何ならこうみんな喜んでくれるの。納得する。鈴、あ、鈴好きですもんね、浜口さん。鈴好き、浜口さん鈴めっちゃ。俺からチャリチャリと聞こえたもんね。鈴つけてた。熊よけは持ってますけど。そうなんです。どっから通ってんねん。それね、メンバーからとかもそうお祝いみたいなのあるの毎年。そうですね、うん、ありますかね。あ、そう、これ嬉しかったみたいなの教えてよ。こんなのもらってよかったっつって、メンバーの。メンバーのなんやろう なんか大島さん、大島優子さん、うん、とかは、うん、なんかあの私がヒステリックグラマーとかが好きだったんですけど、うん、はい、のなんかキャリーケース。へえ、高いでしょ、それは。すげえ。もうちょっとこう安くて嬉しかった。あげないとダメじゃん。ダリオがね。ダリオが。でも大先輩だったんで、から、まさかみたいな。へえ。サプライズは。へえ。なるほど。そういうのは嬉しい、ね。ヒステリックグラマーが好きなの。今も好きなの。最近はでもあんまり。最近はない。最近ないね。最近教えてよ。最近、うん。でも何でも嬉しいです。あ、じゃあみんなで一つ買いましょうか。そうするか。はい。うん、浜口さんで。浜口さん。月曜日じゃないセレクトして。あ、月曜日じゃないか。はい、あ、そうだ。じゃあダメだ。でもダーリオだけだ。ダメだって。ダーリオだけでいいんだ。ダーリオが。どうしよう、すごい悩んじゃう。うん。うん、嫌いなものは。逆にね。逆に嫌いなもの。もう特に。うん、子供でしょ、ちっちゃい子供ぐらいか。大好きです。すげえイメージ悪いじゃん。ちっちゃい子供あげられない。私っつって。どうし、悩みますね、やっぱり。悩みますね。今これがあれば助かる。難しい。あ、今これが足りないみたいな。洗剤足りないみたいな。そういうの洗剤に。誕生日プレゼントなんないじゃない。なんないです。例えばの話ですよ、今のは。みたいな感じで。その今、例えばなんか。嬉しいけどな。もう中元ないな。なんかそういうの、なんかあるかなって。まあ、ちょっとお風呂の電球は切れそうですね。あんた、映画分かれへんしな、それ。難しいですね。白いやつかーって思われるかもしれない。そっか、オレンジが良かったみたいな。誕生日プレゼントでお風呂の電球はないでしょ。さやね、これ似合うと思って。さやね、お風呂に似合う。確かにサイズが難しそうだな、展開が。入浴剤とかなんじゃない。入浴剤なんかもう、ね、腐ることもらってんじゃないですか、入浴剤。多いですね、確かに結構、ね、あ、そうなんや。そうか、だからファンの方からももらうから、それと被らないようにしないと。そうですね。で、夏、夏にちょうど、ね、先週言ってた無比ダーリオの T シャツ。いやー、でもなー。 S寸でいいんじゃない。 S 寸でもな、うん、S のサイズ。 S 寸かヌプ寸でいい。でもなんか T シャツあんま人気今ないんで。いや、でもそれでも、いや、それあんま嬉しくなさそう。それじゃないのがいいなみたいな。もうちょっと使えたらな。何がでも本当、何いただいて嬉しいですか。こうパンツ、パンツ、これパンツとか下着、うん、ダリオの、ダリオの、
ダーリオの。僕らはダーリオのパンツもらったの俺。ダーリオ、ね、スタイヤですそんな。ダーリオのパンツが欲しい。俺の誕生日。女の子的にはもう大丈夫です。忙しい、今忙しいって。女の子的には、うん、パンツってどう？でも私はすごい下着は助かりますね、確かに。でもそれでもパンツ決まってんもんな。そっか、下まあ、そうです、ね、あれですよね。そうあれやろ、あれ上下決まってますね。うんうん、前のメンバーの時にも聞き出したから決まってる。サヤネのパンツは決まってんねん。どういうこと？このパンツしか履かへんのなんもんな。何です、うん、ジュニアさんの赤いパンツみたいな。いやそうでしょ、そういうことになっちゃう。サヤネが縫い目がないようなやつが好きやって。縫い目がないようなやつが好きやって。縫い目がない。縫い目がない。シームレスやったっけ？はい。シームレスの。そんなのあるんだ。あるんです。ユニクロさんから出てるそのシームレスが本当にプルプルこうつるぺみたいな感じ。それ何言ってんの？つるってしてるんですよ。もう皮膚みたいなやつ。皮膚みたいなの？はい、皮膚を巻いてる。皮膚みたいな。なんか履きづらいんけ。誰かの皮膚みたいんけさ。皮膚みたいな。そっか。去年も一緒だったわけでしょ、ダーリア。はい。去年はあげたの？去年はあげてないです。どうして？タランジョービ知らなかったです。なんか見ててさやねにこれが足りひんなっていうなんとか。足りてる、どうしよう。さやねいつもこう、なんか洗剤も足りてる、ボロボロのこれ使ってんなみたいなのさ、うん、いつも靴ボロボロやないや、うん、ないですね。何が足りてない？リップとか、リップ、うん、でもいっぱい持ってそう、やっぱ女の子だから、まあ、いっぱい持ってんだろうな。何が持ってないの？何でも持ってんだろうな。筆箱？筆箱、うん、筆箱いります？筆箱持ってます。持ってる、作詞するから。持ってないもの見つけるって結構難しいです、うん、マネークリップ、マネークリップ持ってますか？財布の方がいい。使いますね。財布の方がいいって。いやいや財布はでも持ってるんで、ね、持ってんの、なんだろう、ね、あ、タオルとか、うん、お中元に行くとしてるからね。じゃあ使うじゃないですか。タオル、タオルあるかも。タオルあります？いっぱいあります。めちゃくちゃ。ハムどうですか？ハムはどうでしょう。ハム、中元、サラダ油、サラダ油とか。もう中元料理しないから、料理しないから。ダメだ、ダメだ、諦めんなよ。もし出てきたら、そう、で、なんか出てきたら言ってください。出てきたら言ってくださいって絶対言えへん。なんか これでなくなりましたって。ね、とかさ、帽子あんま被んだよね、さやね。被ってる？被ります。キャップ派？まあいろいろキャップとかベレーとか、あーベレーも被るとか、かわいい。そういうのダリオおしゃれさんだからわかるでしょ、なんかキャップ帽子とかさ。え、でも難しいです。どこどこの一番いいのはこのサイデにこれ多分持てないやろうけど似合うと思う、うん、っていうのをあげる。新しい新感覚の方が嬉しいでしょ。服が難しいからさ、から帽子とかさ。難しいですね、帽子とかは、うんうん、うん、センスで。来週までにね、帽子。ダリオと同じサイズやったら帽子ガバガバや。そうですよね。サイズ確かに難しい。いやでも大丈夫でしょ。普通のフリーサイズにしときゃ。ゆるゆるみたいなことないですか？だからダリオがきついぐらいのやつから。そうそう、自分の頭で調べてみたらどういう意味ですか？入らなかったやつ。先生、私帽子持ってないから。うん、あ、入らないもんね。入りますよ。日本の。もうやだ。入りますか？アメリカで買った。考えときます。はい、続きまして大阪府は、ラジオネームゆか参加いただきました。アッペルゲッツの皆さん、こんばんは。こんばんは。私はさやかちゃんが大好きで、さやかちゃんがきっかけでこのラジオを毎週楽しみにしています。ありがとうございます。話は変わってしまうんですが。変わんのかい。今度勝利寺拳法の世界大会に、日本代表として出場します。すげえ。そしてその大会の開催地がカリフォルニアなんですが、私にとってそれが初海外になるので、海外で必要なものが何かあまりピンときません。そこで海外経験が豊富であろうやる月メンバーの皆さんにお聞きしたいんですが、皆さんが海外に行く時の必需品や心構えなどを教えてください。だいたいカリカリ梅もわかる。チキンラーメン。あ、確かに日本食のなんかそうですね。うん、ね、何日くらい行くんでしょうね。大会に出るぐらいやからね。ちゃんと女の子ですか？そうだ。女の子、私はゆかちゃんですからね。あ、じゃあ女の子。すごいね、世界大会。ね、19歳。素晴らしい。ね、うん。なんか、まあ、カリフォルニアだから治安はいいですよね。うん、そうか。食べ物もそんなにね。そうそうそう。ディズニーやるんじゃない？あ、確かに。あ、そうそうだ。カリフォルニアディズニー。いいな。うん。まあ行く暇もあるかもわからない。観光できるのかどうかね。海外。だからなんか必要なもの、
必需ってことですか、うん、ね、うん、イヤホン必需品あイヤホンイヤホン、まあ、飛行機の中とかいろいろ聞いたりとかするのに、うん、結構時間あるもんね、うん、ありますあります8時間ぐらい俺はあのだから大きいバッグとちっちゃいバッグ、うん、あなるほど、それ絶対必要ですよね、うん、ちっちゃいバッグには絶対あのもう財布確かにでパスポートチケットは、うん、もう絶対に離さへんっていう確かにずっと首に下げとくか、まあね、バッグで持っとくか、うん、俺はもう財布はもう持たないようにしてますよ。なるほど。うん、本当に札を、うん、本当に靴下に入れて、はいはいビビってんな。はい、絶対に取られないように。あはい、まあ場所によってはね、ほんまに、はい、怖いとかありますもんね。日本と違ってスッと持ってかれるとかっていうことが多いからね。でも憲法やってんやろ。まあそうですね。まあね、だから強いだけに危ないってこともあるからね。あそうなんだ。そうですよ。過信しちゃうのか。うん。女の子だしね。うん。日焼け止めとかですかね。そこおお、なるほど。そうだ、カリフォルニア強いですもんね。なんかそういうイメージですか。日差し強そうやね。はい。ダーリオとかの方が行ってんじゃないの、海外は。海外。でも暑いところしかないです、そういう、暖かい場所、うん、でも海外行ってるわけですよ。私すっごい荷物そんなにあまり持ってかなくて、うん、あ、一番海外慣れしてんじゃない月人、うん、それがそう月人じゃないです月人に持ってます。いや違います。え、何持ってくんだろう、あんまりこう思い出せないです。基本は売ってるしホテルにあ、うん、なんかあったりとか、そっかそっか、あとお水とか持ってけないじゃないですか、大きい袋で、うん、手持ち、うん、あ、あちょっとなんか保湿、顔がすっごいカッサカサになるから、うん、飛行機、うん、確かにカリフォルニア雨かもしれない。ちっちゃいボトルで保湿はいつも持ってます。あクリーム、あーでも女の子そういうのはな、はい、結構助かるかも。あとマスク、うんうん、1枚でいいと思うじゃないですか、うん、行きの飛行機は1枚、うん、帰り1枚でいいと思うけど、うん、めっちゃよだれ垂れてる時があって、うん、寝るとね、寝るとだから、うん、行きも何枚かも帰りも何枚か分持ってた。そうだね、サンダーライガーとかとかいいの。それ違うマスクじゃねえよ。怖いのです。マスクでしょ、風のマスク、ミルマスカルスとか使いマスク、マスクです、使いマスク、使いマスク、使い捨てね、使いマスク、使い捨てのマスク。なるほど、あ、女の子的な発想。うん、カリカリ梅助かんねんけどな。へ、うん、意外になんか酔ったりするから。あーそっか、酔うの帽子で、帽子で、へ、あーいいんですかね、カリカリ梅ね、うん、どうなる、お土産とか買おうって感じかな。あーでも記念は欲しくなるんじゃないかな、ね、家族とかに、ね、海外だったらね、うん、もう大きめのトランクスカスカで行って、うん、結局帰りパンパンなんもんね、お土産買ってから、うん、トランク持ってるかな、うんうん、ヒステリックブルマン上げちゃってる。ちょっとかすって。ちょっとかしちゃうか。夏は高いしてる。おすすめなのがなんか大体あの、うん、そのまあ成田とか羽田でもそうですけど、うん、本屋さんに行って、うん、普段これ買わねえだろうなっていう漫画だったりそういうのを買ってって、うん、飛行機の中で読んで、でいらなくなったら向こうで捨てて帰ってくるっていうのはいつもやってますけどね。あ、はい、ね、普段読まないやつを読んで、あ、こんな面白かったんだとか、常に乗ってなきゃいけないじゃないですか。そうかそうか、はい、うん、で向こう行って、番組も分かんないじゃないですか、 NHK しか流れてないから、うんうんうん、そうすると随分暇潰せますけどね。なるほどね、絶対に、うん、で帰り捨てて帰ってきちゃえば捨てるのが大事、とにかく捨てるのが、はい、もうええやん。いやもう荷物になっちゃいますから、とにかく捨てたい。なんならもう読まなくていい、捨てればいいじゃん。買うなよ。買うんじゃねえよ。なんで捨てたい。なんかあります、翔太くん。翔太くん、僕は、うん、海外経験は1回しかないんですよ。うん、そうなんや。そうだから逆に聞きたいんですけど、でも初めて行った時は僕香港に行かせていただいたんですけど、うん、香港ではそれこそダーリオさん言ったようにカッサカサになるんですよ、うん、空気が、まあ、機内で空気って乾燥するもんね。乾燥するんで、うん、僕はその後に、まあ、向こうに降り立ってホテルでもう絶対毎回やるようになったのは顔のマスク、パックパック、顔のパックをもう何枚も持ってきました。それぐらい保湿した方がいいってことだ。もう僕はパックがないと無理ですね。夜寝れないっす。へー、それぐらいだ。意識しな。乾いてるって目が騒い
あの目が覚める。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 目が覚める時があるんですよ。よくすごいね。そうなんですよ。すごい美意識だな。それでどうしてんの？何かあんの？これ持ってくよとかって。あんま？シンガポールに持ってったものですか。シンガポールで買ったのは枕、首枕。ああ、首枕いいよね。ああ、なるほど。ちゃんと寝ないとね。なんかすごいどこでも寝れる。いいなと思ったのは、あのこの首枕にフードがついてるんですよ。顔に合わせる。そうなんです。すごいね。だからなんか、まあ、窓側じゃない時とかにもし眩しいのに閉めないなとかあったらそれで暗くもできるし、みたいな。ああ、それ便利グッズやね。めちゃくちゃ考えられる。無印で売ってます、それ。あ、そうなんですね。無印でも多分違う。シンガポールじゃなくても買える。でも多分違う方だと思うんですけど優しいね、大丈夫、無印で買えます。なんでそんなものまで知ってたのに言わなかったの。先生いつもそれ買った2個持ってるんですけどいつも忘れちゃってそうですね、持ってたんだってなんで、ね、2個持ってたのが増えてくる。首の枕のやつって膨らますめんどくさいから結構もうええかと思ってやれへん時あんねんな。確かにね。あ、膨らまさないタイプ買いました。あ、もう最初から私は。はい。でも荷物なんない。せやねん。でもずっと首につけてればおるおるおる、つけてるヘッドホンみたいにしてそうですよね。そっか、なるほどね。あとその大会のに負けないっていう気持ちだけもう捨ててくれればいい。そうだ、一番大事。うまいこと言うてるな。頑張れ頑張ってください。気持ちが大事だね。言われなくても持ってるわ。続きまして、神奈川県はトミーさんからいただきました。やる月の皆さん、ドランクドラゴンの塚地じゃない方、こんばんは。なんで俺だけそれだよ。久しぶりだな、それ。久しぶりだな、その感じ。久しぶりだな。最近ねえぞ、それ。急なんですが、当ラジオの CM 明けにメンバーの方が、あっぱれやってますと言うと思うんですが、鈴木のだけうるさくて仕方がないです。なんなんだよ。もう一度撮り直しをお願いします。確かに張り切ってる感があるよな。ちょっと聞かせて。だからみんな笑ってんのかな。聞けんの？聞きます？ドランクドラゴン鈴木です。MBS ラジオ AM1179、FM906 からあっぱれやってまーす。最後うるさいってなんだ。こういうのはちゃんとがなれって言われてますけど。遠いところにいたの。いや、ジェームスちゃんと近くでこういうもんだろうと思って、だいたい番組の MC でこんな感じでやってますよ。もっとしっとりいける。しっとりですか。ちょっと練習ドランクドラゴン、ちょっとなんかうるさいんだって。どこでしたっけ。16小節的なさ、16小節俺何も言ってねえんですよ。さよねえが読んでるようなニュアンスでいける。どこだったっけな。みんな原稿ありますか。原稿あるかな、はい。でもさよねえもちょっと張り切ってる。いや、これ良くないことであって言いますよ、張り切って当たり前じゃない。なんなのこの抜いた方がいいみたいな。じゃあね、絶対ダメなんです。張り切ってるけどうるさくはない。うるさくない。頑張ってんなって。だから強い気持ちがいい。ラジオありがとう。気持ちがいい。いや、俺はそれ多分生理的なもんだと思うんですよ。いや、俺がなんか張り切ってたらうるさいなこいつっていう風な。みんなのやつは苦情が来ないから。苦情ちょうどいいとこってやっぱあるよ。そのおかずクラブも言うてるやん。それがエビ中のやり方がぐらいの。はい、テレビやったらもっと張ってるでしょ、はいはい、それがエビ中のやり方がみたいなやつ。それぐらいでやってる。何らか抜き始めてるんだと思うんですね。いや、抜いてないと思うんで、多分ちょっと人見知りしたんやろ な初めてのスタッフにいきなりやってくれ言われたんやろな、はい、っていう照れを感じる。俺照れを感じちゃってるんですよ。ダメなんですよ、照れ感じちゃう。それをずっと流されてる恥ずかしめね。うわ、いきなりこれ言わすかみたいな。いや、あるやん。俺もあるもん。一生懸命やった方がいいと思うんですけどね。なんかもうゆったりなんつうんですか、ちょっと抜いてやる感じですか。なんか抜くっていうか心地よい、聞いてる人が、聞いてる人が、行きましょう。はい、わ、はい、かりました。じゃあやってみます。ブランクドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。入んない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 何なん。いやいや、まず抜いててもその尺には合わせてよ。いや、そうなんですけど、なかなか今度これを言うのがすげえ難しくなっちゃった。ちょっと今のだとなんかやる気ないやる気ない感じになっちゃう。いやいや、すげえ難しいな。綺麗な声みたいな。綺麗な声、はい、すいません、もう一回綺麗な声で、はい、綺麗な声ね。あの、さやねえの16小節のやつみたいな、最初の。いける？はい、スタート。
ドラッグドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。いや、おかしいだろこれ。よくねえだろ。いいです、これにしよう。これにしようじゃないですよ。なんかあいつちょけてんなみたいになりません。こんな感じじゃすごいいいです。いや、すごいよくねえよ。なんか一瞬なまったしな。ええもん。よかった。よくはないでしょ。これは苦情けえへん。やっぱ苦情ってやっぱり困るしね。俺もう思うんですけど、その一個の苦情でこんなに やり直すダメですって。ビールもやっぱ苦情来たらやっぱ CM 取りやめるぐらいからね、今の世の中ね。じゃあ理想の形でやってみる。理想のですか。いや、 理想の一番初めのやつですよ。取ったやつ、取ったやつが一番。でもちょっと今もう離れしたから、もうちょっと違う感じなんじゃないの。もうちょっと違う感じですか。じゃあお願いします。ドラッグドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ、これ違うな。これ違う。アパやってます。はい、違います。これ違うの。ドラッグドラゴン鈴木です。誰かの真似したんですか。いやいや、もうちゃんといい声で。危ないでか。そうなんですよ。俺完全に今それが入ってきちゃった。柴田恭平さん。柴田恭平さん。柴田恭平入れないで。柴田恭平さん入れたの。ドラッグドラゴン鈴木です。恥ずかしい。なんだよ。柴田恭平さん入れないどうしても入っちゃうんですよね。俺翔太くんの声やっぱ聞きやすいですよ。翔太くんがちょっとイメージして。確かに。分かりましたよ。中性的なんね。はい、絶対やる意味ないんだよ。じゃあ意識してください。はい、ちょっと翔太くんじゃ。ドラッグドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からアプリやってます。これ何だよこれ。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん、ひどい、ひどい、ひどい。これはもう柴田恭平が良かったんですか。なんでですか。柴田恭平とその前が良かったですね。さあかな、難しいよ。最後ですよ、もうじゃあ。もうフリースタイルでいいですよ。決めてください。今中から決めてもいいし、新しいのでも、柴田恭平完璧バージョンでもいいですから。じゃあお願いします。はい、ドリンクドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。いや、これ違うわ、やっぱり。すげえ鳥肌立ったわ。最後、タカに言ってるんですか。最後、タカに言ったけど、超恥ずかしい。出ました。いや、もう、こっちは、これが流れます。いや、まずいわ。素晴らしい。いや、いいの。これで苦情来ないですよ。いやいや、もう、絶対来るでしょ、こんなの。こっちの方が。他のとこからたくさん来るかもな。はぁ、すげえ汗出た。面白かった。いや、おかしい。芝田京平。今更柴田恭平に。なんでかかってね。久々見たな。全力でやってる人久々。面白い。恥ずかしい。しみ出したな、高い。いや、もう高い。さあ、じゃあメールの宛先をダリオお願いします。はい、宛先はやるげつアットマーク MBS1179.com YARUGETSU@MBS1179.com までお願いします。さあ、じゃあ最後の曲いきましょう。はい、NMB48 のアルバムからリの曲を聴いていただきたいと思います。何?NMB かおかしかった。もう何もうごまかしごまかしって言ったから NMB もうさすがに無理や。取り直しますよ。取り直すの経緯するぞ。超恥ずかしいぞ。超恥ずかしい。めっちゃええで。みんな柴田恭平バージョンで行くから NMB48 でまさかシンガポール。ここでお知らせです。来たる8月14日月曜日の夜7時から万博公園であっぱれやってまーすの公開収録、小説家になろうプレゼンツあっぱれやってまーすを行います。僕、青井翔太、よい子有野さん、ドランクドラゴン鈴木さん、吉木梨沙さんたちが出演します。万博では8月5日から15日まで光やイルミネーションのイベントを行ってます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。僕たちの公開収録は8月14日。ぜひ来てくださいね。我が家坪倉です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。大喜利のツボ。
このコーナーは我が家つぼくらの大喜利力をアップするコーナーです。大喜利のお題に浜口鈴木拓私有野そしてさやねも答えますが4人は回答に後乗せしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後につぼくらにも答えてもらいますがつぼくらは一発回答のみで笑かしてもらいます。判定は翔太くんお願いします。ちゃんとやれよ。なあ、笑う気持ちで来いよ、お前も。そんな説教ある？それでは今夜のお題です。もしよければ、暇自身ってもらって。姫自身ペンネーム、ボンジュール神様からのお題。鼻の長い天狗あるあるを教えてください。鼻の長い天狗あるある。天狗あるあるか。鼻の長い。なんだ天狗あるあるかって。わかるみたいな。天狗あるある難しいですね。天狗か見たことありますか。ないやろ。ない。私あるんです。でも大喜利ちょっとやめたいな。大喜利ちょっとやめたくなるやんけ。そっちが気になっちゃう、うん、森の中家で家で、はい、マジで怖気になるわ。もう気になるよ。もうそっちの方気になっちゃって、ね、かけましたかね。よし、かけた。はい、かけた。おかけたよ。じゃあ鈴木さんがいきますか。はい、じゃあ行きますね。はい、鼻の長い天狗あるあるを教えてください。はい、ちょっと鼻が長くて距離感つかめないんですよね、キスするときに鼻が目に入りがち。あーあーになっちゃったよ。あー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 コーンってね。はい、うん、じゃあ山口さん、はい、じゃあ鼻の長い天狗あるあるは先っぽに砂つく。おお、どこでやる。地面にね。下向くと。そんな長さ。それは結構やん。天狗より長いから。こう。天狗あるあるじゃない。あの天狗あるあるやん。象動きゾウやんけ。確かに。天狗は今もうゾウの肌みたいにしてるじゃないですか。こうなってるけど。次でいきますか。はい。さらにいきますか。はい、じゃあいきます。鼻の長い天狗あるあるを教えてください。余裕持って乗ってもだいたい電車のドアに挟まる。うわー、絵までついて。かわいい。すごい、電車のドアに挟まってる。余裕持って乗ってもなんてことや。奥の方に乗って。あー、また挟まったさすが。エレベーターでもいい。もちろんいいですね。いいですね。はい、じゃあ有野さんいきます。鼻の長い天狗あるあるを教えてください。マスクが届かない。なるほど。ほんまやな。鼻の穴も口ももうもろだし。確かにそうだ。紐も切れそう。そ、うん、いや紐もな。ね、ゴムも切れそう、ね。耳痛くなるな。さあ最後、坪倉さんお願いします。鼻の長い点があるあるを教えてください。悪い子はいねえか言ってくださいよと生ハゲと間違えられる。さあ翔太君判定お願いします。わかんなかったです。生ハゲ、あ、付け出しダメなんですね。鼻長い関係ない。鼻長い関係ない。鼻長い関係ない。見間違えられてる。いろんなお題を募集します。ダリオ、あつさきお願いします。はい、メールアドレスはやるげつアットマーク MBS1179.com までお願いします。以上、大喜利のツボのコーナーでした。NMB48 の山本さやかです。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。よい子ありのです。浜口です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さやねを無金歩しよう。無金歩このコーナーはなかなか動じない冷静なさやねをあたふたさせて感情をむき出し無金歩しようとするコーナーです。いやもう相当嫌なんじゃないですか今。すげえ今ため息ついたでしょ、ね、始まる前に。前回がもうめっちゃトラウマ。前回だね。前回な。前回するかったのかな。ヌップス入れんかったな。絶対ヌップス入れなかったのかな。名古屋市ドヤミナリスペクト。やっぱり月曜日の皆さんこんばんは。こんばんは。フランスパン食べてる人もこんばんは。誰がフランスパンみたいな名古屋ねん。
綺麗すげー早い、ね、すごい早い、早いよ。夏といえば水着の季節ですが、最近さやねは NMB の MV ミュージックビデオでダーリオはデジタル写真集で水着姿を披露されましたよね、うん、あそうや。そこで質問です、うん、水着の仕事があるとき、お二人はどれくらい前から体作りを始めるんですか？また撮影するときはやっぱり意図的にお腹を引っ込めたりしてるんですか？水着撮影の裏話を教えてください。うんうんうん、教えて。どうなの、インスタとか載ってたよね。あ、そうですね、ちょっとだけ載せました。作るの体、はい、どんぐらい前かな。まあでも大体断食します。断食、抜くんや。それは筋肉を作るとかじゃなくて体重を落とすってこと？まずはそのやっぱりあの引っ込めなくてもお腹が出ない状態を作らないと、おうおうおう、やっぱ常にはいろんな角度から取られるので、うん、長時間だし、でも断食ってあんまり良くないダイエットなんじゃないの？いや、すごい体はリセットされるので毒素が出たりとかして、すごいちゃんとしたやり方でやれば、あ、ただ食べないというんじゃなくて、あ、じゃないです。まあ、そうですね、断食というよりかはこうなんかファスティングというか。ファスティングね、はい、知らないファスティングって何ですか？ファスティングわかんない。何ファスティングっていうのは、なんか、まあ、水を単純にすごい、まあ、2リットルとか1日飲んだりとか、 あとはまあジュースクレンジだったりとか。いや、出すのでその分。ボディービルダーとかもみんなそれで体作っていくって言ってました。あ、そうなんや。だからもうちゃんと科学的に正しいことなんでしょう。2リットル、はい、それは誰かにそういうふうにあのトレーナーじゃないけどいてとかじゃなくて。はついてないですね。自分で調べて勝手に自分で、はい。あー、ターザンだ、ターザンの人に習ってんだ。あー、そうですね、トレーナーさんとかにも筋トレは聞いたりとか。あ、聞いてね。そうなんや。何ちょっとすな、ダリオちゃんやんの？私あの男性誌のグラビアの時は何もしなくて、なんでだ、女性誌の体企画の場合は3日前からひねります。ひねる、腰を持ち、腰をひねる、腰をひねる、持ちひねって何？女性誌の普通の水着カタログの時は、ちょっと2日ぐらい前から。うん、そんなにまあ普段から一応気が使ってるから、そんなに直前で、あれちゃ、男の人はやっぱりこうちょっと肉付きがいい方が好きとか、ね、それを意識してる、細すぎてもダメだと。男性誌のグラビアの場合は、なんかその体、ハイブリッドな感じはあんま好きじゃないもんね。はい、だからちょっとプニッとしてた方が良かったりとか、最悪ポーズでなんとかなったりとかするので、っていう感じです。すげえ男性誌を舐めてない。違うんです、最悪ポーズで。グラビアがやっぱふくよかな方がいいみたいなのあるんですよ、ね、自然体とかで、ムキムキでガリガリより、なんていうんですか、女性らしいみたいな、意外と良かった。柔らかさを求めるもんね、はい、するので、手に届きそうなところがいいってことでしょう。っていう風に、そんなにもうパーフェクトボディじゃなくてっていう風なのが男性誌。浜口さん何ですか、柔らかさを求めるもんじゃない。柔らかそうやなとかさ、プニってしてそう、いや、なんやろうなって思って見る方が、気持ちいい。確かに目に気持ちいいというかさ、いいケツだよね。いいケツだね。いいケツだよね。ダーリオのケツ。スケベだな。スケベじゃないよ。スケベいいお尻だよね。ありがとうございます。ケツ押しやもんな。いつも消去法でケツになってます。お尻って言いなさい。消去法でケツになります。お尻になってます。でもさやね多分多いから、その何が多分脂肪が、あ、違います。あのすげえ悪い、違います。え、 AKB さんみんなで撮ったりとか人数多い場所にも行かなきゃいけないじゃないですか。そうするとやっぱ比べられる、なるほどね、から多分そっちの方が気になっちゃうと思います、ね、なるほど、他の人とね対象があるから、一人の方が気が楽、一人だったら自分が基準なんで、もしちょっとぷにょってても、その痩せてる人隣にいないから大丈夫なんです。ファスティングしない、ファスティングはちょっと厳しいですね。きついあ、きついの、あ、やったことあるの、ファスティング半日ぐらいで断念しました。いや、ファスティングなってない。断食と言わねえだろ。麻婆豆腐食べちゃった。お腹が普通の食事じゃないぞ。半日ぐらいだったら平気でやりますよね、我々。なかなかみんなやってるよ。半日ファスティング。飯食えなかったみたいな。番組遅いなって。ファスティングでしたから。腹減ってきたなぐらいの。どんなにでも食べちゃいます、やっぱり。食べちゃう。そうだな、そうか。うわ、大変だね、それは。いや、俺らだってなんかあの、熱湯風呂みたいな時、俺あのちゃんと毛の処理しますよ。
そうなの、はい、だってなんかそれ映っちゃってなんか変なになっちゃってもそうか、海パンから出ちゃうとってこと、海パンから出たりとか、うん、脇毛も今やってます。わ、かる。なんかもう引かれちゃうでしょ。脇毛駆除きたもんな。俺もう脇毛駆除きたんですよ。脇毛気持ち悪いっつって。どういうことですか。なんとか、なんとかわかんないですけど、うん、ディレクターが俺にだけタンクトップ着させるんですよ。俺 T シャツやねんけど、はい、で車乗ってて、うん、車のところから肘ついて、うん、浜口さんの話聞いてたりすると、うん、もう鈴木の脇毛が気になって、うん、あのところじゃないっていう苦情来るんですよ。それだったらもう T シャツ着せてもらえるじゃん。そう、でももうディレクターが絶対に T シャツは着させてくれない。なんでだよ。わかる、それは俺のこだわりですっつって。なんかわかんない、うん、すげえな。ランニングでないともう鈴木さんらしさが出ない。だからもう、まあ、あの体使うとかその裸になりそうな時はもう全部意外とちゃんとやるんだ。毛の処理とか、毛の処理剃ってるんですか。剃ってる剃ってる。いやもうそうなるとほら太くなっちゃうっていうか、はい、嫌でしょ。俺がなんかあの脱毛行って IV をいきなりやってました。嫌でしょ。別にいいよ。頑張ってね。いいですか。いいよ。俺アイみたいになるんですよ。まっすぐ、まっすぐ嫌でしょ。俺がまっすぐ毛並みがまっすぐになってたら別にいいんじゃない。別に大丈夫です。にして言う宿毛矯正。宿毛矯正、いや宿毛矯正だけじゃないですよ。じゃあどうやってるんですか。いや自分もほんとひげ剃りで、ひげ剃った後そのままもうバーンと。へぇー、そうなんや。はい、散らかります。でもなんかないのも気になりますけどね。いやだから、ツルツルにはしないよ、ツルツルにはしないけど、それなりのちゃんと、うん、あ、生えてたんだなっていう。そういうことか。はい、じゃないともうとてつもなく毛がもうすげえ出るんですよ、わさっと。あ、はい、なるほどな。出ますよね。俺の浜口さん見てますもんね、俺の毛。そうな、出てるね。そうなんだ。翔太くんも？いや、俺もの写真で舞台の稽古があった時に、うん、まあ友達と一緒にこう舞台仲間と一緒に写真を撮ったんです、うん。僕その時夏でタンクトップそれこそ着てたんですよね。タンクトップでイエーイって両手でピースした時にちょっと脇毛が出たんですよ。うん、それを載せたその日にツイッターのトレンドになっちゃって、青翔太脇毛っつって。いやー、それぐらいや。そうなんですよ。だからまあもちろんイメージだと毛がない方がいいらしいんで、まあまあそうね、はい。だから脇とあと衣装によってはすねから下を全部剃ったりとかして。剃るの？剃ります。毎回？はい、濃くなんない脇とか。誰も剃りゃいいんで。え？剃りゃいいんで。出るところがいい。剃りゃいいんで。でもできれば俺脱毛行きたいですよ。いや、そう行けばいいじゃん、脱毛、はい、で全身脱毛やればいい。やりたいですね。全身、うん、もう生まれたまんまの形になりたいです。トゥルントゥルンね。下も剃りたい全部。なんかいらない気もしますけどね。いや確かにいらない方がいい、ない方がいいらしいよ。本当ですか。あ、本当ですか。何の意味のいいの。その清潔、うん、そういう時にそういう時に天使だっつってんのよ翔太くんは。そういう時に。いやいや翔太くんは天使。お互いそういう方がいいらしいよ。いやいいのよ別に。翔太くんにさ、俺はすげえ不思議なんだけど、チクチクしがえへん。坪倉くん翔太くんにすげえセクハラするなんだろこれ。セクハラじゃないです。暴こうとして困ってる顔見んの好きやわな。そう、うん、ただ毛がないじゃないですか、うん、そうするともう脇汗がもう滝のように。うん、ある時はもうあの脇汗全部脇毛に吸い寄せられるんですよ。あ、だから出ないんですよ脇汗。でもないともう引っかかるとこはないから、うん、垂れるの分かりますよね。めちゃくちゃ分かる。あれはもう初のあれですけどね、うん、やっぱいいんだね。はい、うん、なるほど。いるんだな。最初です、今夜は鈴木の毛の話でさやねを無金歩できませんでした。そうか、そうだ、鈴木が喋らないようなテーマをお願いします。先お願いします。このコーナーではさやねを無金歩できそうなメールをお待ちしています。メールアドレスはやるげつアットマーク MBS1179.com。 たくさんの無金歩なメールをお待ちしています。聞くんじゃないよ、そういうのじゃないよ。はい、ないよ。炎上芸人ドランクドラゴン鈴木も涙を流すことが16小節好きたく。東京都にお住まいのラジオネームドットコムさんからいただきました。あっぱれ月曜日の皆さん、メガネこんばんは。メガネおかしいだろ。皆さんにとってのお袋の味は何ですか。僕は母が作る白味噌のお雑煮がお袋の味です。お
正月は当然母から何が食べたいと聞かれると必ずお雑煮と言っていました。僕も社会人となり結婚もし実家を離れ20年以上の月日が流れました。仕事の忙しさや実家との距離も最近では3年に一度ぐらいしか実家には帰れなくなりました。母も80を過ぎた年の正月久しぶりに実家に帰りました。母はいつものように僕にお雑煮を作ってくれました。約5年ぶりのお雑煮、感慨深い気持ちで一口食べました。味が違う、僕の思い出の母の味ではなく明らかに味濃くなっていました。ショックでした。僕の味覚が変わったので思いましたが、気になって冷蔵庫を開けてみました。そこには冷凍食品やレトルトのパックがたくさん並べてありました。年老いた母はきっと最近料理をあまりしなくなったのだと思います。あと何年母のお雑煮食べられるのか分かりませんが、これからはもっと頻繁に実家に帰って母のお雑煮を食べようと思いました。味が変わっても僕にとってはお袋の味です。鈴木さんにとってのお袋の味は何ですか？いや悲しいですね。これ俺うちの母親が出す麻婆豆腐僕大好きですけど、すごい好きで、でうちの奥さんが初めてうちに来た時に母親が麻婆豆腐と驚いたんですよ、うちの奥さんが、というのもうちの母親片栗粉が大嫌いだね、でも俺はずっと片栗粉の入ってない、麻婆豆腐をもう子供の頃からすごい美味しくて、で、食べてたんですけど、ある日その自分が奥さんがこうそれを見てなんだって、サラサラだよってすげえ言うんですよ、で俺は知らない、なんでって言ったら片栗粉が入ってない、で母親に聞いたら、もうオチ言っちゃいましたけど片栗粉嫌いなんだよね聞いちゃいましたっていう話だ。お袋の味だ。お袋の味です。おい鈴木、このコーナーで泣かせてくれるまでこのコーナー終わらずへん。それはもう一生ぶりだよ。落ち行っちゃいました。落ちじゃない、落ちとかじゃない、落ちじゃないんだけどさ、泣かしてください。いやなかなかこれもうね、毎回線が細いところに行くわけよ。なくなってきちゃってさ、何回か惜しいのあったらなんか変に落ち着けようとするからそうそうそう、笑わせないです。正直言います、本当に迷ってます。泣かせてほしいのよ。いやね、泣かせてほしいの。わかりました、すいません。内田理央です。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。ドランクドラゴン鈴木です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。高2男子高2女子のお願い聞いてあげる。自称高2男子高2女子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオと変幻自在のお兄さん翔太くんが心を込めています。早速参りましょう。京都市ペンネームムササビ男さんの作品、ソフトクリームを食べている僕にダーリオがお願いしてください。先っぽ舐めていい？よいいよ。ソフトクリームの話ですよ。いいよ。そうですそうです。いいよ。大阪市ペンネーム天使様にぞっこんさんの作品、翔太くんに怒ってもらいたいです。もうこんなこともできないのかよ。そら俺がやってやるよ。おお、かっこいい。やさ。やさ。箕面市ペンネーム猿の帝国さんの作品。ダーリオに雪女のように言ってもらいたいです。お願いです、今夜私を止めてください。雪女のようにでしょ。切羽詰まってんのかな。神戸市ペンネームアナコンダのしっぽさんの作品、 BL 好きのさやねえの目を見つめながら翔太くんに言ってもらいたいです。ハムハム先輩、僕に
ヌプスしてください社長喜んでますね社長どうすかんなよ社長どうすか今の社長どうすか素晴らしいそうすかインド東京都坪倉の作品買い物でチーズを選んでいるダーリオに言ってほしい。とろけるのがいいかな。でも 6P でもいいかな。よし今日は 6P 切り分けられてるやつな、ね、番組の途中ですがここで気象速報です。滋賀の近江南部に大雨洪水警報が出ました。滋賀の近江南部に大雨洪水警報が出ました。そして滋賀の甲賀に大雨警報が出ています。滋賀の甲賀に大雨警報が出ています。以上気象速報でした。やりませんが大人になるとほとんどの人がやっちゃいます。入れてほしいとお願いされると思わず入れてしまうこともある。せで始まるものって何だと思う？てっぺんが芝生みたいな坪倉、わかる？誰が天然芝生だ。誰が天然芝だよ。芝生。わかります？せから始まるんでしょ？って思う、入れてほしいとお願いすると思わず入れてしまうんですよ。いや、これ言っちゃえよ。経験あると思います。いや、あるよ。そりゃそうでしょ。あるよ。え、言っちゃう？言っちゃうよ、これ。言っちゃうよ。本当にちょっとよく考えて、みんな経験あると思います。ここにいる、え、翔太くんないでしょ。あると思います。え、あるの？どうです？言っちゃえよ。もうどっちだろうな。言っちゃっていいですか？杉山くんいないとやばいって。どっちだろうな。俺は、俺ある？あります。本当？俺もある。あります。俺ないよね。あります。あります。あります。ダリオは？あります。サヤネーム？サヤネーム？あると思います。え、言っちゃえ、言っちゃえ。天心木村は？あると思います。あると思います。ほら、もうまた頭薄いくせにやらしい言葉ばっかり考えてたでしょ。薄いじゃん、エロいじゃん。答えは選挙でした。あー、入れちゃうよね。入れちゃいますね。入れちゃう、はい、入れちゃう、うん、なるほど。一回だけ入れちゃうね。一回入れちゃう、大阪市ペンネーム真夏日反対さんの作品、さやねえにこうやって牛丼屋さんに誘われたいです。さあ、牛でも食いに行こうか。かっこいい、男前だな。はい、社長。言わないですよ。メンバーには言うんじゃない？言わない。言わない。牛島に行こうか。牛島に焼肉行こうって。牛丼やでね。牛。以上です。宛先をダーリオお願いします。はい、宛先をやるげつ@mbs1179.com 高2男子の願い聞いてくださいのコーナーまでお送りください。聞いてあげるじゃん。間違えるでしょ。結構長いことやってるんだよ。聞いてくださいさあ、ここでスペシャルウィークのプレゼント当選者の発表です。お、番組内でインスタントカメラを使って撮影した作品を、あ、写真を10枚セットにして10名にプレゼント。当選者お名前だけ紹介します。 D パパさん、千春さん、信幸さん、ルナさん、舞さん、ルミさん、のぞみさん、ランさん、はるかさん、ひろしさん、おめでとうございます。おめでとうございます。さらに募集していた山本さやが総選挙予想プレゼントはプレゼントの発想をもって当選と変えさせてもらいます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そうですよ。バラしたらわかるからね。はい、バラしたら、うん、こっちも名前言うからね。そうですね。すべてね。はい、以上です。さあ、エンディングでございます。はい、はい、うん、ね、今日はもう柴田恭平のものが、ほんまやな、面白かったな、来週からあれが来週あれが来週楽しみ、なんかもうそれは流しちゃダメですって。いやいや、苦情来てるやつだからね。新たなもので買えなダメやから、ね、柴田恭平も苦情来たらまた買えますからね。だから俺ね、そういう苦情にね、全部こう変えちゃダメだと思う。テレビもラジオもつまんなくなっちゃう。そう、でももううちはもう屈するのよ、リスナーに寄っていかないと。苦情に屈するのダメだよ、ダメだよ、それはどんどんダメになるよ。変えますんで、はい、流しそばの話また聞かせてくださいね。あ、もうちょっと今度持ってきます、シャメ。シャメ持ってきます。あ、撮ってた。はい、撮りました。そうめんの話聞かせてください。そうめんの話聞かせてください。そうめん、楽しみしております。はい、はい、お知らせありますか、うん、お、あ、サイレンにプレゼントはどうする。あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ、でもちょっと遅れちゃったけど、来週
うん、ちゃんとそれはもう渡そう、うん、ちょっと、うん、その欲しいものがだけちょっと聞きたいですね。なくなったものとか本当なくなったもの今一番欲しいなんか、うん、ヒントぐらい、じゃあヒントぐらい全部じゃなくて、ヒントぐらい、ヒント、うん、今なんか欲しいものある、カメラとか酵素券、酵素の券全然消耗品でもあ逆に消耗品の方がいいか、消えもんでもいい、消えもんにしましょう、消したい、消えもん、消したい、消したい、消せるもの、消せるものにします、消せるものにします、消せるもの、はい、テーマ消せるものです、わかりました、ありがとうございます、はい、来週楽しみです、はい、さあこの後は AKB48 岡山、やっぱり岡山任せてくださいです。今夜の相手は横の浜口と有野とドランクドローン鈴木と我が家坪倉と青井翔太と内田理央と NMB48 の山本沙耶香でした。また来週、さよなら。入ってないで物見するな。AKB48 横山結衣、あっぱれ横山任せてください。ここからの時間は私横山結衣が任されました。今日も自由にまっすぐにお送りします。選抜総選挙っていうのがね先月あったんですけど、沖縄で開催して、で選抜総選挙で選ばれたメンバーは次の日にね毎年水着での撮影があるんですよ。でその撮影をした時にシーサーがいたから、シーサーと写真を撮ってツイッターにね、沖縄行ったらシーサーと写真撮るみたいな、あの沖縄あるあるみたいな感じでね書いてその写真をあげたんですよ。そしたらシーサーの隣に写ってる私の私服がとんでもなくダサいみたいなことになってて、あのねここはでも言わせてもらいますけど、あれはあの私服じゃないんですよ。あの水着の時って、まあ、あの下に水着を着てるんですけど、その上から、まあ、ガウンを着て、まあ、その撮影の時だけこう水着になるので待ち時間とかはガウンを着るんですね。で本当にショッキングピンクみたいなめちゃくちゃピンクのガウンを着てたんですけど、やっぱ横山の私服はなみたいなことちらほら書いてあって、いやだからこれ私服じゃないですし、多分他のメンバーもよくこう上げてるようなそのガウンなんですよ。みんな水着サプライズの時は毎年そのピンクか結構鮮やかな水色かのどっちかのガウンを着るんですけど、だからもうほんとここにね名誉挽回のために言わせてもらいますけど、私私服最近いい感じですよはいちょっと言い過ぎた。というわけで10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。まあ、今日はですね海の日ということでね、今日に海行かれた方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、私はね小さい頃家族で毎年夏に海水浴に行くっていう会っていうか家族で行ってたんですよ。でおじいちゃんも一緒に行ってて、家族4人とおじいちゃんで5人で行ってたんですけど、パパとかおじいちゃんはもうあの勝手にこう泳いで行くんですけど、まあ、私らはそのまあ浮き輪とか使ってプカプカ浮いてたりとかするぐらいなんですけど、毎年もう絶対と言っていいほどクラゲに刺されて本当に家帰った時に悲しい気持ちになるっていう経験がありますね。めっちゃ痛いですよねクラゲに刺されると。いやークラゲも刺されたくないな。そのまあ家族で海行ってた帰り道とかにパーキングエリアみたいに寄ったら、おじいちゃんが絶対アイス買ってくれるんですけど、なんかそれがあのねおじいちゃんがモナカ大好きなんですよ。近くのやつすっごい好きで、だから全員それを食べるみたいなちょっと違うやつが食べたい時もがあっても全員おじいちゃんがそれを買ってくれてたのがモナカだったなっていうのは、だから思い出の品ですね。思い出の品というか、うん。あとはね海っていうと、まあ、割と AKB と関わりが深いと私は思うんですけど、っていうのも夏に発売させてもらう曲は最近はそういう
のは減ってきたんですけど、まあ、海でビーチで水着で踊るっていうのが割と定番化してたところがあって、で私初めてその AKB の選抜に選ばれた曲がエブリデイカチューシャっていう曲なんですけど、それは初めてこう海外でミュージックビデオ撮影する、私個人的にですよ、初めて海外で撮影するってなって、で選抜メンバーに入るのも初めてやし、もう先輩だらけやったので、もうめちゃくちゃ不安やし緊張してるし、でミュージックビデオ撮影自体もまず慣れてなくって、まあその監督がこういう風に撮りたいですみたいなやつを、まあ順番に撮っていくんですけど、それはね、まあ、監督がこういう風にやりたいっていうので、こうなんか自転車乗って漕いでたりとか、メンバーが揉めてるのをみんなで止めに入るみたいなシーンだとか、なんかそういう風な感じで、なんかそういうのはまあ言われたことをこうねやっていけばよかったんですけど、まあ、ここでねミュージックビデオで一番難しいのがあのリップシーンなんですけど、よく踊ってるメンバーの引き絵とかがミュージックビデオだとあるじゃないですか。でそのまあシーンが変わったらドラマシーンがあったりとかして、で変わった時にメンバーの顔がアップで映ってて、で、まあ、口をその動かしてる歌ってるっていうシーン、そのリップシーンがもう本当にもうね、私すっごいもう苦手なんですよシンプルに一言で言うと苦手だったんですよ。っていうのもなんか本当にミュージックビデオに慣れてないっていうのもあったし、どうやったらいいかっていうのが分かんなくって、でまあ普通に口動かしてればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、あれ結構まあゆきりんさんとか、まあ、当時だと前田さんとかゆうこさんとかのを見てると、やっぱ手を可愛く使ったりとか表情がパパッパッといろいろ変わったりとかするのがすごいんですよ。例えば目線を反らしたりとかでカメラを見たりとかするっていうのを、あのねすごいんですよね。先輩たちはそれがもうめっちゃできてるんですよ。でも私は本当に表情もないし手の動かし方も棒立ちみたいな感じで、その一曲つらーっとやるんですけど、で自分の歌わりのところだけ口動かして撮ってっていうのをもう一曲通してやって、でみんな大体一回でこうちゃんともう慣れてるしこう終わるんですけど、私本当に多分動かなくて、で表情もないからこれやばいって多分思ったスタッフさんがいて、でスタッフさんが横山はなんかもういいからとりあえずこうもうずっとハート型の手をしといてって言われたんですよ。でもう分かんないからいいかと思って、じゃあもうずっと本当にハート型の手をしながらとりあえずこう口を動かすやつっていうのをこう取り直したんですよ2回目を取って、でそしたらまあ OK ってなって、でいざ出来上がりを見たらエブリデイカチューシャって見てほしいんですけど、一番のサビ終わりの一番いいところでハートの形をね手で作ってる私が映ってるんですよ。これはあの本当にスタッフさんのがもう本当にずっと右からもハートをずっとしといてって言ってくれた一言でこうなってそこに使われたので、よかったみたいな私は本当多分ね、あの1回目のやつとかもうないんかな、 見れてないし見てないか分かんないですけど、本当に多分動いてなかったし手も何もしてなかったから、本当にスタッフさんに支えてもらってるな、助けてもらってるなっていうのを感じた、時でした。っていうか海の話してないかもしれない大丈夫ですか。あのビーチで撮ってたんで下はビーチですよ、はい、ということでよかったら見てください。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはまかせてmbs1179.com です。 AKB48 横山由依でした。また来週。